皆さんこんにちは、加藤沙和子です。リオです。山川聖香です。今回はですね、今シーズン楽しみにしているアウェーについて話をしていきたいと思います。はい。2人は昨シーズン、アウェーは結構行った、うん、私は2回しか行けなくて、日産と鹿島の2つしか行けなかったので、今年はもういろんなとこ行きたいなって思ってます。たくさんあるからね、もっともっと全国行きたいって思うよね。遠いところに行きたい。旅行気分でね。せいちゃんは結構アウェー行ったんじゃない？昨年はアウェーの半分ぐらいは行ったんじゃないかなと思って、遠くて広島かな。今回はもっと幅広く行けるようにちょっと日程を組んでいきたいなって思います。それはちょっと予定のね、組み方が重要になってきそうですけれども、行けてないところ行きたいなって思ってます。そうだね、うん、私もすごく行きたいアウェーがたくさんあるんですが、今回は視聴者の方にも楽しみにしているアウェーという質問を募集しまして、視聴者さんからのご意見もご紹介していけたらなと思いますので、ぜひ楽しみに。では早速、今シーズン楽しみにしているアウェーについて話していきたいと思います。今回はこちらにフリップを用意しました、各自楽しみにしていることをこちらのフリップに書いてトークを進めていきたいと思います。楽しみにしているアウェーでも頑張るね。ざっくりでもいいんじゃない？これをするのが楽しみとか、ここに行くのが楽しみとか。なるほど。おのおの多分答えがあると思うんで。1個？1個でしょう。1個か。だって2個なんだよな。どっちかに絞んなきゃ。ちっちゃくもかって感じ。スタジアム名？何線とかでもいいし、スタジアムでもいいし。では皆さん書けたということで、フリップオープン。じゃんじゃん。おお、なるほどね。私結構ちょっとざっくりと。はい、まずりょうちゃん。、はい、新潟。やっぱり新潟が J1 に上がってきて6年ぶりですかね、なので多分多いと思うんですよ、みんな新潟って答えると思うんですけど、2002年の日韓でも使われた大きいスタジアムじゃないですか。そうだね。だからその迫力というか、そういうのも経験したいし、新潟って結構サポーターの応援も結構熱いので、熱い、ね、なんかいい戦いができるんじゃないかなっていう意味でも行きたいし、やっぱりお米お米好きなので、ちょっと美味しいご飯も食べたいなっていう感じです。新潟はアルビからレッツの遺跡っていうのが一時期結構あって、今もレッツからアルビに行った、伊藤亮太郎選手とかそうだと思うんだけど、何かとちょっとよしみがあるから、この同じ舞台で6年ぶりに戦えるっていうのが楽しみっていう方は多いと思うし、私も新潟は行きたい。私も新潟は被ってるんですけど、先にサンガスタジアム。で、なんでサンガスタジアムを選んだかっていうと、去年の開幕戦がサンガスタジアムだったんですよ。で、行けずに終わって、で、今年は最近できたスタジアムっていうのもあるし、めちゃめちゃ綺麗なのは分かってるんで、綺麗なスタジアムに行ってみたいなっていうのがあって、場所はサンガスタジアムにしたんですけど、戦いで考えたら私は新潟戦にしました。で、この新潟戦を選んだ理由も、街がすごく好きだし、その応援もすごい迫力があってみたいな、もうレッツとバチバチになるんじゃないかなっていうのも思ってるんで、一番行きたいかなって思いました。サンガスタジアムは本当に京都駅から最寄りの亀岡駅まで確か30分ぐらいで、階段降りたらすぐ見える。駅近なんだよね。そう、試合の日は周辺にキッチンカーがたくさん出て、でサンガスタジアムの道路挟んで向かいにはスタバもあって、あ、めっちゃいいじゃん。でスタジアムの下はなんかちょっとご飯食べられるこういうスペースとか、あとはなんか仕事ができるスペースもあるっていうのも見たことあるし、すごいあの近未来的なスタジアム、かつ打席がチームカラーってやっぱいいなって。いや確かにそうだよね、だって紫、そうそう、やっぱりそのどんな時でも満席に見えるっていうのが、ああ
もちろんね、そういうなんか一体感みたいなものが生まれるのはすごいいいなと思うし、やっぱサッカー専用だし、ね、安い、近いし、本当にサンガスタジアムが超いいと思う。おお、でもやっぱり新潟戦が6年ぶりっていうのはね、大きいのかもしれないね。確かにそうだね。サワちゃんのこの日本一周はサワちゃんが好きだからだよね。そうそう、まあでもこれもやっぱりあの新潟が上がってきたっていうところに起因はしてると思うんだけど、新潟ってやっぱ米どころで、米どころはやっぱ日本酒がすごい有名で、私あの夏に花火を見に新潟行ったんだけど、本酒館っていう全国の日本酒しか売ってない場所があって、そこには新潟でしか買えない日本酒もあって、旅行とか行った時にコレクションするのがすごく好きなんだけど、サッカー行った時に置き換えたらめちゃめちゃ楽しそうじゃんって思って。あー、なるほど。からアウェイに行ったら、そのアウェイでしか買えない、ネットで買えるものじゃなくって、例えば地元にしか出してない酒蔵さんの日本酒とかを買って、それを1年かけて18チーム集めるっていうのがやりたいなと思ってて、その銘柄とかそういうラベルとか見て、あー、これは2023年のやつらだみたいな風になるのもきっと何年か後に見返したら面白そうだなと思って、ちょっとこれはやりたいなと思ってます。3人の楽しみにしていることっていうのを話してきたんですけれども、まあ、ここで視聴者の方からのね、楽しみにしているアベーっていうのをご紹介していきたいなと思うんですが、こちらですね、ダントツで新潟ですね。やっぱりそうなんだ、はい。まあ、久々の北陸地区なので銘菓などを食したい。あー、ご飯亀田製菓とかですかね。あ、そういうことか。こっちだとさ、柿ピーしかないと思うんだけど、なんか向こうに行くとサラダホープっていう、あ、食べたことある。それがすごく美味しくて、でも新潟にしか売ってない、新潟かアマゾンで買うしか手段がないから、やっぱこういうメーカーっていうのも入ってくるのかな、うん、新潟タレカツ美味しいよね。結構ね、その B 級グルメも多いかな。次に多かったのが京都サンガ線と鹿島アントラーズ線が同率ですね。おー、サンガはやっぱり去年負けと引き分けなので、やっぱり最後ね、プレーオフまで戦ってるチームにその結果は悔しいっていう思いもあると思いますし、鹿島アントラーズは票の中なので負けるわけにはいかない確かにっていうところですかね。あとも鹿島はもつ煮とか鹿島スタジアムで食べるグルメが美味しいっていうのはあると思うので、そこら辺はまた楽しみの一つなのかもしれないですね。次に多かったのがコンサドーレ札幌とガンバ大阪。あ、でも私も札幌行ったことなくて行ってみたい。ドームだもんね。そうそうそう、だからこう冬でも暖かい場所で見れるっていうところがね。あとガンバパナスタだね。あ、パナスタか。パナスタもサッカー専用ですごい見やすいっていいよね。次が名古屋。名古屋、あ、でも名古屋も良かったかもしれない。良かった良かった良かった。行ったんですけど、トヨタスタジアム行く道橋を渡るんだけど、橋を渡る時もなんかすごい景色が綺麗で、あ、綺麗だなって思いながら渡ってた覚えがあります。へー。いや、この間名古屋に旅行に行ったのね、プライベートで。そしたらたまたま後ろに並んでる人が絶対サッカーの話してて、うん、グランパスはね、今年はどうかねってワードが出てきて、おっと思って、もうでもユンカは来たしなとか言って、おー、ユンカと思って、名古屋の方にも受け入れられてるんだなと思ったと同時に、やっぱりこれは負けられないなと思って、勝手にあの勝負を挑んできました。まあそれ以外にも、まあ、柏とかアビスパ、サガントス、こうちょこちょこ票が入ってるんですが、ベレーザとチフレ行きたいっていう、ね、レディースのお意見もあって、いや、私もねチフレ行きたいんですよね。レディースは埼玉に3チームあるので、レッツとアルディーザとチフレ、なんでちょっと三つどもえっていうのが熱いかなって思うんですけど、ベレーザは本当に育成からちゃんと一貫してて、ちゃんと育成で育った選手たちがちゃんとトップに上がって活躍してるっていうイメージがあるので、これも私したいなっていうふうに思いま
そう、結構いろんな意見がありましたけれども、うん、やっぱりアルビさんがマントラーズあたりが結構意見としては多いので、うん、やっぱりでもアルビレックスが6年ぶりに J1 上がってきてっていうところで楽しみにしている方は多いんじゃないですかね。いやそうですよね。はい、ということで今回は楽しみにしているアウェイについて話をしてきたんですが、うん、リオちゃんどうでした？やっぱりアウェイ去年全然行けてなくて、うん、本当2つしか行けてないので今年こそは本当いろいろ行きたいし、現段階で名古屋に行こうかなって、おお名古屋を決めてるので、新潟も絶対行きたいんですけど、まあ、まだ先だと思うので、まずはそうですね、一個ずつ予定を埋めていきたいなと思います。そうだね、仕事を調整して、ね、ちゃんと休みを取るっていうのが、はい、まず一番の任務かもしれないね、はい、思います。せいちゃんはどうだった？皆さんが思ってる意見と一緒なんだなっていうイメージが持ってて、この2つサンガとアルビレックスはもう2強で今日も多かったのかな。そうだね、そうそう、なのでみんなちゃんと思ってることが一緒だったんだなって思いました。で、関東近辺のアウェイの試合は、まあ、絶対マストで行くっていうのと、あとは、まあ、この2つも行きたいし、まだ行ってない九州のトスとかアビスパとかちょっと遠いところも今年は行けたらいいなって思ってます。私も特に行ってないスタジアム中心に行きたいなっていうのは思ってて、もちろんりょうちゃん同様休みを取るっていうことが重大任務にはなってくるんですけれども、その中で最大限活用して目標をね達成していきたいなと思います。はい、はい、ということで今回アンケートにご協力くださった皆さん本当にありがとうございました。ぜひこの動画をご覧の方もコメントに楽しみにしているアウェイ書いてくださると嬉しいです。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしてます。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。